カリー・ウェブは、オーストラリア・クイーンズランド州出身の女子、プロゴルファーである。8歳からゴルフを始める。1994年プロ転校。1995年、全英女子オープンで、初優勝。1999年のデュモーリエクラシックで、女子ゴルフ、メジャー大会初優勝を果たす。2001年、全米女子プロ選手権初優勝により、 史上最年少の26歳6ヶ月でキャリアグランドスラムを達成した。その強さから一時期、女性版タイガー・ウッズと呼ばれた。女子のメジャー大会最終戦は2000年まではデュモーリエクラシックであったが、2001年から全英女子オープンに変更された。そのためデュモーリエクラシックの優勝経験者が全英女子オープンも制覇した場合にのみ、 スーパーグランドスラムが成立する。ウェブは1999年のデュモーリエクラシック2002年の全英女子オープン優勝によりこの偉業を成し遂げた。それからしばらく低迷期が訪れ、ライバルのアニカソレンスタムや新鋭のポーラクリーマー、ミッシェルウィーなどの影に隠れた時期もあり、2005年の賞金ランキングが27位まで落ちてしまう。2006年からループがツアーでも、 女子ゴルフ世界ランキングが始まったが、創設当初のウェブの世界ランキングは12位と低い位置にあったことが、ここ3年ほどの不調を物語っていた。しかし2006年のクラフトナビスコ選手権で最終日に65を出し、初日からトップに立っていたメキシコのロレーナ・オジョアとのプレイオフを制して、同選手権で6年ぶり2度目の優勝を飾った。 メジャー大会でも2002年の全英女子オープン以来4年ぶりの復活優勝となった。この年は最終的にツアー5勝で賞金ランキング2位と復活を印象づけた。しかしその後の2年は勝利もなくやや低迷。2009年は J ゴルフフェニックスループがインターナショナルで2年半ぶりに勝利をし全英女子オープンで2位に入った。ありがとうございます。